盗まれる、うん、じゃあ改めまして、こいこい、あ、揺れて、おー、いっぱい来た、いっぱい来た、あ、これいけるな、これちょっとバーストいけるんじゃないのか、あのカイン、カインないけるな、よかった、これでさ、また1個でさ、あのドレスとかの来ちゃったらさ、うん、いやいや、爪じゃないよ、爪はダメだよ、ほら、また爪が来ちゃう、いやね、もう変えて、うわ、爪防止か、爪防止と、うわー、うっそ、帽子連続できた、あ、ジャケットか、あー、まあこれはいいよね、ジャケットは当たりだよね、うわー、あれ欲しかったな、カインのバーストがな、カインのバースト欲しかったけど、なんだこれ、うーん、いやちょっとおかしない、4つキラニジ来てさ、爪帽子帽子って、これあのまた洋服屋さんのパターンじゃん、いやこれだってレッドジャケットだって、これ洋服じゃない、これまたあれだよ、洋服屋さんだよ、だってあの武器とか入ってねえじゃん、これ剣とか入ってないじゃん、あの槍が、ジャケットおめでとうございます、このね、レッドジャケット洋服屋さん試着してもいいですか、ね、これがね、あのうちの店のね、まあ、最新作なんですよ、ね、これあのぜひね、あの忍者の方にもね、あの着てほしいんですよね、うん、目玉商品、わらわら、ああ。あー、ちょっとあれだな、コーディネートでけた、ちょっと欲しいんだけどな、これな、カイン、そうだろ、ブランド回転、カインのな、これな、こっちはね、こっちはね、ほぼ使わない気がするからな、でももう追加の予算がないわ、ラスト1回いきます、いや、もうない、じゃあ、あの準備してないんだ、買ってきてない、うん、いや3連使っちゃうの、いや3連きついんだけど、もう3連きついよ、だってあのキラニジが4つだよ、4つ出た後の3連はきついでしょ、あのこれで揺れたら神でしょ、いやあのキラニジね、11円で1個とかの後にはあの可能性ってあるけど、4つ出た後にさらにあの揺らすとか、次は渋い可能性あり、そうだから3連を3回4回回してもあのキラニチ入ってないパターンだよ、和骨です、はい、和骨です、しかし素人ならばここで撤退するけども、渋いのを知りつつ、渋いのを知りつつミスリル3連で、そこで、いや、うわ、持ち物整理が来た、持ち物整理に邪魔された、わらわら、うわー、ちょっとこれでタイミングずらされたな、タイミングずらされて、もしかしたら当たったかもしれない、カインバースト、あの前回から使ってますが、かなり使えます、このタイミングずれて、あの流れが途切れたところで運営に気づかれたぞ、これ運営に気づかれたな、流れが止まった、少ない可能性で揺らしてやろうじゃねえか、おいしょ、おら見たか、おい、そして爪、そしてカインのバーストが、やべえ、おっしゃー、なんじゃこれ、おい、なんだこれ、
うわ、2個出したのに何これ。変なあの金槌出てきましたけど。ツルハシ、うっそ、ハンマーってやめてくれよ。もうマジかよ。トンカチ、すげー。ここはカインの槍のパターンだろう。ああこれまた爪きたな。台座をハンマーで潰しましょう。本当だよ。指導完全体だ。このハンマーであのモーグリのあのドタマ勝ち割ってやろうかな。プロの貫禄わらた。原作では強いんやで。うわー、いやー、なんかね、バースト出てこないよね。まあこれで撤退だな。もうあのミスリムもないし、まあ、カインは諦めるか。そう、まあ、あの素人はあのキラニンチ4つのところで諦めるんだけど、ハンマー素手だと怪我するのでグローブも忘れずに。そういうセットなのかな。このあの地獄の爪をあのつけて、ね、あのグローブをあのはめといてハンマーを使うのかな。こうモーグリの頭をあのガツンと、真っ白なモーグリがあの真っ赤にあの染まるんじゃないのか。